金剛院兵庫県伊丹市宮の前にある新言、総武室派の仏教寺院。またの名を、野宮寺と言い,い、江戸時代は伊丹七号の宇治寺で、稲野神社の別当寺を務めていた。縁起四年、宇田法王の直眼書として、山城大王寺の消防林源大使が、薬師如来を本尊に、回帰、当初全学寺といい別院を、金剛院と称したという。その後、平乱で廃棄された。 旧安六年、源亀友が当時に宿を取り、五頭天皇の霊夢によって自社を再興したと言われている。天正七年、荒木村重の乱で炎上した。文六年間、役よけで有名な戦争村根外城樹寺の地蔵院、長将が入寺し中興した。文六三年、片桐勝元の県地で助地となる。漢文十一年、京都五室仁那寺の末寺となる。上京二年、 説明書図上に、この絵元博が再建したとされる。元六十五年、薬員門を再建。松字に、北の坊これの理院があった。明治三十三年、本堂が全焼した。現在の本堂は、旧自物堂である。阪急板見線板見駅下車、と歩8分。ABCDEFGHIJKA 両国、正さ兵庫県の地名、日本歴史地名体系。 第29巻 1ISBN4 から582490603全国書士番号2 0 9 6818。伊丹市立博物館ともの会、伊丹の寺院1998年、30ページ。伊丹市編纂専門委員会編。伊丹市市第6巻伊丹市、1970年、305ページ。伊丹市編纂専門委員会編。 痛みしし第六巻痛みし、1970年197から198ページ。ありがとうございます。